すぐにしたのになんか分かれちゃってる。もういいや、今日分けちゃおう。ちょっと可愛くて美人で最高、ありがとう。なんかハロウィン仕様になってる。本当だね、ちょっと今日仮説かも。こんにちは、可愛く発見ありがとう。ヤッホー、ムサビットありがとう。ヤッホーヤッホー、目治ったかもしれん。こんにちはで、目治ったかも。これ起きた。今日も安定の可愛さってありがとう。こんにちは、いや起きれた起きれた。ちょっと暑いね。目治ったかも。エアコン入れよ、やっぱね。なんかさ、はるちゃんあれだよ、今ね暑いんですよ。なんか私って外の音が聞こえないように窓閉めてるんですよ、配信で。だからね、今日差しがね強くて暑くなってる今ね。10月初の冷房ですわ多分。可愛く発見ありがとう。こんにちはんです、うざみとありがとう。久しぶりの昼配信ありがとうって、こちらこそ。心が熱いかもあ、11月のパーティー公演決まったね。あと生誕ですね。そうなんですよ、私私ももっちゃんとゆうはんの生誕祭に出演させていただくことになりました。何日だっけ、12と19だ今週暑かったかもしれないね。なんかさ、めちゃめちゃ寒かった時に比べたら暑かった。可愛く発見ありがとう。やっほーやっほー、今日も美しいってありがとう。ちょっとまだ寝起きなんですけどさ。そうだよ、いつものカラスの声閉めててもめっちゃ聞こえるんだよ。だからめっちゃ家の近くでカーカー言ってる。可愛くて美人で最高ありがとう。あ、そう、4日、そうなんです、4日ね、パーティーやって夜公演がマリナさんの生誕となっておりますね。初めてですねこういうの、昼がパーティー夜がリバイバルって初。明日の新潟寒いの？マジやだな、それは。本当だ、15度って書いてるんだけど最高待ってくれ、待って、何これ、最高気温15度って今冬やん、冬やん絶対。夜12度だってよ、やだね。昼公演って何時ぐらいに終わるかなって、何時開演だっけ、12時だっけ、2時ぐらいじゃない。
え、わかんない、1時半か2時ぐらい。みみやさんとユーハの生誕まで投げ控えるって、あ、そうなの。今日午後から雨らしいよってね、やばいよね。ごめん、はるちゅんがさ昨日なんか掃除とかいろいろ手伝ったんだよ。そしたら雨予報になってたね、家族みんなにいじられたね、はるが動いてると。ね、あの雨が降るとか雪が降るからやめとけって言われたんだけど、いろいろとね、掃除機かけたりお風呂掃除したりいろいろとしたらまさかの雨来ますいいことしたのに。そうだよ、家族にみんないじられちゃう。こんにちは。あ、19日来てくれんの、ありがとう、ぜひぜひね。最高で15度、今後が心配だよね。今後何度になるのこれ、これやばいなね。今日雪でも雪じゃないのはすごいよかったよかった。でも雨だよ雨。15時のバスで、わかんない、帰れる15時ちょうどぴったりのバスなのそれって。15時にもレベルが後半だったら帰れるけど前半だったらもうわかんないね。いつも公演って何時に終わってたっけ。こんにちは。公演の換気休憩、メンバーさんはですね着替えて着替えて、私は椅子に座ってぼーっとしてるか、今日の振りを確認してる。今日の振りっていうか NGT48 のポーズ確認してる最近は。生誕がいっぱいあったじゃないですか。だからその子の生誕に合わせてNGT48 のポーズをその子仕様にしたりしてるからね、NGT48 のポーズをみんなで決めてた。こんにちは、ね、こっちは今降ってきたの。マジかわいい子発見ありがとう。明日寒いのはるちゃんのせいかってじゃあ明日は関係ないよ。はるちゃん昨日いいことしたんだもん。だから今日だよ、今日の天気が悪いのははるちゃんのせいだけど、明日ははるちゃんのせいじゃない。もしかしたら誰かが動いてる、誰かがお手伝いして寒くなってるんだよ。こんにちは、かわいくて美人で最高ありがとう。新潟で半年ぶりに行くけどもう寒いのって。朝と夜寒いですね。昼はまあ昼は普通ぐらいだけど、朝と夜は究極日に寒い。え、でもね、わかんない、日にちにもよるかもしれん。でも寒くなってきた。おはよう、ヤッホー、ブザビタ、ありがとう、こんにちは。はるちゃんまだご飯食べてない。で、そのタイミングで自撮りですか。はるちゃんはしないね。あ、でも混ぜてもらうことはある。なんか写真を撮ってる子の
横に入ったりすることあるんだけど、あまり写真撮らないかも。そこで私は始まる前か終わった後に撮る。ここの休憩は私の休憩みたいな、ね、換気休憩は私の休憩だと思って私はゆったり座ってます。パーティーはだいたい開演から2時間くらい、お見送り含めても10分15分見とけば大丈夫かと。ってすごい。だってこんにちは、ね、かわいい子発見ありがとう。公演だいたい2時間なのでお見送り入れて2時間15分プラス駅までの移動時間で計算って、みんなすげえ。じゃあ私があれですね、押せばいいのかなね、そんなことできないけど、そんなことはるちゃんできない、ね、でも大丈夫、昼公演は押すとかない。全然生誕ブロックがどうなるかだけど、普通の普段の公演は押すとか巻くとかあんまりないかもね。うざびたありがとう、こんにちは。半袖じゃいけないです、半袖は無理です新潟。まあ室内だったらいけるかもしれない。可愛く拝見ありがとう。はるちゃんの家手伝い、あ、はるちゃんお家のお手伝いすると雪降る説って、マジ？じゃあちょっとやってみようかな、試してみる。でも毎日手伝ってたらもう珍しくなくなっちゃうから。可愛い子発見ありがとう。公園の写真はあれですね、公園前に撮ってます。公園開園ね、だからめちゃめちゃいいビジュアルで撮らせてもらってますね。休憩大切ですね、いい過ごし方だと思いますって。ですよね。うざびたありがとう、こんにちは。普段の公演では全員へのメッセージないからねって。でもあれですよね、普段の生誕でもないかもしれない。珍しいタイプですね、全員メッセージは。押して押して3時間かな。そうですね、可愛くて美人で最高ありがとう、やほやほ。北海道雪なんだとかって、マジ？北海道ちょっと行ってこようかな。あ、殴っちゃった。可愛い子発見ありがとう。生誕スピーチが伸びちゃって中華料理屋のサービスタイムが終わったと号泣した人がいてねって。なんだそれは。今日も暖かくていいですねってね、今日暖かいですね。昼夜の写真はいっぺんに撮ってないですね。昼は昼、夜は夜で撮ってますよ。かわいくて美人で最高ありがとう。長野の山もう白いの？マジ？なんかもっちゃんが今長野にいるらしいですね。なんか配信で言ってたの見たね。もっちゃんのところも寒いのかな。もっちゃんどこ、ね、どこなんだろう。よいしょ。ね、はるちゃんもどこか知らん。メン
番のスピーチ時間で変わりそうだねって。確かに。でもさ、はるちゃんさ、スピーチ苦手なんだよね。はるちゃんスピーチ苦手だからさ、はるちゃんの生誕だけさ、どうしよう、めっちゃ短時間で終わっちゃったらちょっといやばいな。今から考えとかないといけないレベルかも。そんなことはないか。あ、モフさんそうだったんですか、ね、それはおもろい。はるちゃんモンハンですか。モンハンね、なんか入れたけどルール分かんなくてそのまま放置されてるかも。なんか雲マークになってる気がする。モンハン、モンハンのルール教えてほしい。何やんのこれって。で、はるちゃんのユニットは変わりました。あのクラスメイトと星の温度になりました。でもわかんない、なんかその時のさあれによるけど、でもメンバーが変わらないから多分そうかもね。変わらない気がする。クラスメイトと星の温度だ。こんにちは、可愛い子発見ありがとう。ね、でも3部の曲さあれだもんな。あ、曲数を増やすっていうこと？これ曲数増やすっていうことですか？え、あれ？何？やる曲をや、あの増やすっていうこと？あ、曲数を増やせっていうこと？でもね、あれなんだよ、あれは。あ、ちょっと待って、なんかほこりがたまった。なんかスピーチの時間にもよっちゃうんだよね。ねえ、はるちゃんさ、あの普通のパーティーの生誕しかやったことないからさね、3部がどのぐらいの長さなのかがわからないんですよ、先輩の。だからちょっとごめん、わかんないわ、ね、元の基準がこっちだからわかんなくな、わからないな。3部ってもうちょっと長いんですか？ね、スピーチ苦手です、はるちゃん。そう、ビデオレターにするしかない。ちょっとそれもありかもしれない。全員はるかのビデオレターね。はるちゃんもう1分も喋れるかどうかもわかんない。やばいね。手紙とかはるちゃん書いたことあんまりないね。ちゃんのお手紙代読、感情こもってよかった。え、ありがとう、嬉しい。おぎゅうか先輩のスピーチ時間を超えようって。え、どのぐらいでしたっけ？卒業公演の方だっけ？公演の方、あれですか、生誕公演、生誕コンサート。ねえ、モンハン高校の時机の下でみんなでやってたわって。え、こう、はる
ーちゃんはクラロワやってたな、とブロスタが流行ってたかも。メンバー一人一人制度なくなってたらどうする。スイカゲームやってないね。スイカゲーム流行ってるよね。なんか YouTube 開くとおすすめがスイカゲームの実況なんだよね毎回ね。私の好きなゲーム実況者さんがなんかいろんなね、あのいろんな方がスイカゲームやってて、そしたらなんかスイカゲームがもういっぱいですよ。え、ありがとう。オレンジジュースもらった。リバイバルのユニットですか。もうネタバレやん、ハルチュンの。でも一応あれですよ、全部できるんだよ。可愛くて美人で最高、ありがとう。一応覚えてるんだよ。こんにちは。3部って30分ぐらいって、わかんない。3部ってどのぐらいなんですか。ね、3部の時間ってどのぐらいなの。え、わかんないんだよね。え、基準がわかんない。なんだ、みんなどのぐらい、これ30分ぐらいなの、これ。みんな教えてくれ。3部って30分ぐらい、3部だけは時間取ったらリバイバルもパーティーも同じくらいだと思って。本人がいるのにビデオレターになるかもしれない。生誕で一人一人には前代未聞、卒校のリカさんぐらいなの。え、はるちゃんもびっくりした。なんかさ、なんか花江がさね、花江のスピーチどうすんのってさ聞いた時に、なんか文がまとまってないからメモ書きにしたみたいな、メモに書いてそれを読む形にするって言われたの。ああそうなんだって思って、なんか本番迎えたらみんなの分もあのメッセージ言いますって、いやありがとうございますって思ったけどね。ねえ、びっくりした。全員ってすげえなって。3部30分もない？マジか。え、なんかさ、なっちゃんの生誕の時ぐらいなんかちょっとね時間が長いなって思った方もいるかもしれない。なっちゃんの生誕の時多分時間長いなって思ったかもしれない。その理由はあの進行の私がぐだったから。え、わかんない。その場にいる人だけしかわかんないかもね。新婚の私がぐだってなっちゃんの生誕だけ伸びてた。3分ね、ちょっとはるちゃんに進行をやらせるとね、ぐだるっていうので伸びるんですよ。すまん。
あ、オンラインの時間割だと思って間違えてたって。あ、全然大丈夫よ。そう、そういうことか。え、ていうかさ、近田さんアバター増えたんですか？マスクしてる、ね、全員にやるつもりじゃなかった。アドリブなん、あれすげえ。花江の声に似てた。まあ花江とはね、めっちゃ親しいからだよ。最近ね、花江にねご飯行こうって言うと本当にねついてきてくれて、これ花江のエピソードなんだけどね、あのはるちゃんとすもちゃんがおしゃべり会の後にちょっとご飯食べたくなったねって思って、ご飯ちょっと食べに行こうってなったんですよ。で焼肉行ったんですけど、ちょっとね食べ放題の方をちょっと行かせていただいたんですけど、その時になんか2人でもいいけどなんか誰か誘おうってなって、え、花江でよくないみたいになって花江を誘ったんですよ。で最初ね、こう LINE めっちゃ送っても、そう、LINE 送っても全然ねなんか既読つかないから2人で電話しまくったんですよ電話して、で花江今空いてるみたいな、花江ちょっとご飯食べに行こうって言って、でちょっとご飯食べちゃってお腹空いてないんだよねって言われたけど、花へ来てくれて、え、ありがとう、うん。でそれで花へ来てくれて、ちょっとお腹空いてないから見てるだけで見てるだけにするねみたいな、食べ放題でさ、なんかにお肉食べないでさサイドメニューねずっと食べてたんですよね、花江ちゃんすごい優しい、来てくれるんだよね、お腹空いてなくても、ね、こんにちは。ね、花江優しいんですよ。そう、でもはるちゅんが一番花江とご飯食べに行ってる気がする。うん、はるちゅんもうなんかもう指折れるサイズ、ごめんわかんない、6、7ぐらい行ってる気がする。私個人個人メンバーとご飯食べに行く機会が多くてさ、二人きりが多いのゆうなかもしれん、うん、ゆうなとかすもとか、ね、めっちゃなんかたわいもない話をしてる。こんにちは、ヤッホー来てくれて、ね、肉が多いかもね、肉、焼肉が多いね、3期でご飯行くと焼肉が多いかも。こちらオレンジジュース、この子です。食べ放題だとね、でもね、もっちゃんとリリカと食べ放題を食べに行ったことないんだよね。
ご飯は食べに行ったことあるけど、ね、食べ放題はないから分かんなくて、基準が。だから他のメンバーで言うと花江だな。花江が結構食べます。あの子ね、隠れ大食いです。結構食べる。可愛くて美人で最高、ありがとう。まおちゃん今日お休みです。え、スイーツもあるやつだね。で、なんかご飯食べてる最中ね、ご飯食べてる最中になんか急にデザートが人数分届くんですよ。で、誰だよデザートって言うと、ルアがみんなの分頼んどいたよってお肉食べてる最中にデザートが届くんですよ、最初らへんに。もう序盤からね。そう、ルアが、そうです、序盤にもうデザートが届く。見て、ラフランス早い。そうなんですよ。そう、しかもアイスを届くんです。アイスが届いちゃうのね。え、これルレクチャーなの？これラフランスだと思った。ラフランス、いや、ラフランスって言ってたよ、ママチュンが。これルレクチャーなの？ね、で、ルアーがあれです。ルアーがあれを、サンチュを頼むんですよ。で、サンチュをなんか机の上に置いとくんだけど、肉がいっぱい来すぎて、サンチュ邪魔だよってね、あの冗談で言ったら、ルアが片手でこうやって持ちながら片手でこうやってサンチュを持ちながら、あのサンチュの皿ね、お皿を持ちながらこうやってお肉と一緒にこうやって食べてんの、こうやって、ね、冗談で言ったらさ、ルアね、ルアさ持ちながら食べてるんですよ、サンチュを。ドリンクバー頼みますね。ドリンクバーというか、うん、何飲んでるかな、わかんないね。みんな個性強すぎて、何飲んでたっけ何届けてくれて、サンチュって、サンチュを頼んで、サンチュってどうした。そう、斬新なスタイルです。その話好きでしょ。ハルチュも好きですね。だからまた焼肉食べに行きたいなるわとね。ちょっと冗談でさ、それを言うとね、サンチュ手に持ってこうやって食べてくれるからね、そういう冗談を言うのが好きなんですよ、ハルチュ。楽しいですよ、ご飯食べに行くの、メンバーと。うざみてありがとう。チュンコ、チュンコ何？でもチュンコね、あれなんだよね、家で焼肉やった時になんかサンチュを巻いて食べると美味しいんだよ、だっけ。サンチュだっけな、何かな、なんかをなんか巻いて食べるの美味しいんだよって言われて、巻いて一回食べたことあったんですよ、あるんですよ。そしたらめっちゃ美味しいから、次行った時ね、サンチュを
頼んじゃう気がする。はるちゃんも仕事に戻るね、またねって、また来てね、お仕事頑張ってね。可愛く拝見ありがとう、ブザビートありがとう。どんな話題ですか。わかんない。なんだろうね。いや全然なんか活動とは別の話してる気がする。なんか JK みたいな話してるかもしれんね。そんなことないかも。いやわかんない。山中味噌、味噌ってつけないかも。ブザビートありがとう、カイコハッキーありがとう。サンちゃんにコチュジャンの乗せて、肉乗せて巻くのが本格的って。ちょっと今度やってみよう。昨日偶然にも畑にサンチュ植えてきたわって、ね、サンチュ食べたくなっちゃうな。ムザビートありがとう、かわいくて美人で最高ありがとう。やっほやっほこんにちは。配信してくれてサンチューって何サンチューやん。はるちゃんキムチ食べれますね。はるちゃんはあれですね、肉とキムチを挟んで食べる人でしたね。こんにちは、ブザビーターありがとう。1ヶ月したら持っていくわって。山中ですか、ありがとう。山中どこ。こっちじゃんで、こっちじゃんで。山中それ私、私ですか、サンチュンって。こんにちは、ヤッホーヤッホー、来てくれてありがとう。今日さあれなんだよね、すごい肌の調子が悪いかも。寝っ転がってる時にさ、いろんな線をさ踏んづけちゃってさ、顔が今赤いんですよ。布団のさ跡がまだ残ってるんだよね。気まずいな。なんかね、あ焼き鳥好きですね。焼き鳥は大好き。傷じゃない、全然傷じゃない傷じゃなくて、あの布団のさなんていうんですか、あのいろんなさ跡がついちゃってて、今顔が赤いの。気まず。はるちゃんね、うつ伏せで寝てないんだけど、起きたらうつ伏せになってるの。はるちゃん横向いて寝てるんですよ。起きたらうつ伏せになってる。昼からダジャレ大会。ちょっと寒くなっちゃう。はるちゃん今冷房つけちゃってるから。こっちじゃんはうまいですね。ビビンバってね、ビビったなんかもうやだ、もうやだよ。ビビンバやばい、ビビった。いや畳の跡じゃないんだよね、布団のさなんかさちょっとのあれですね。
あとね、多分もうすぐ治る気がする。うんうん、面白い流れですね。え、滑ってないよこれ。めっちゃ面白かった。あ、お目目良くなったんだけど、なんか腫れはちょっとまだ引いてないかも。でもね、痛くないのも、痛くないのは治った。痛くないのは治った、痛いのは治った、良くなった。ブザービートありがとう。2.0 ぐらいになった。視力、はるちゃん視力 2.0 だよ、もともと。あ、寒くなるって言われたからね。まだ滑ってない、これは滑ってなかった。はるちゃん目にクマはできないんですよ、全然、本当に全然できなくて、本当なんですよ。なんか本当にできる時ってなんか体調不良になりやすいんですよ、はるちゃん。顔色からわかるんですよ。だからクマは本当にできてるとあれですね、寝不足とかよりも体調が悪くなってる証拠なんです、はるちゃんの。あと目が一重になったり見えになったりすると体調不良になってなるんですよ、次の日あたりに。ね、はるちゃん意外と分かりやすい、はるちゃんの体調不良は。ふざみたありがとう、こんにちは。目にクマ、それは大変ねって、大変ね、仕事に戻りますよってね、お仕事頑張ってね。そうですね、セルフ一重も、セルフ一重じゃセルフ一重は体調悪くなんない、全然。可愛く発見ありがとう、こんにちはね。あ、そうだよね、クマなんかよくニュースでなってるね、クマが出てきたみたいな。あと動物園のチンパンジーだっけ、なんか脱走したみたいな。ね、なんかが脱走したみたいな。ルズミットありがとう。困った困った多いな。え、困った困ったね。こんにちは、ブザビットありがとう。あ、もう46分なの？マジか。チンパンジー20センチの隙間から逃げたの？ワイも会社脱走していいですかってね、ちょっとはるちゃんも家から脱走していいかな。ね、チンパンジーそう脱走したんですよ、実は。そろそろマリオに戻りますって、さっき新作買ってきたのでって。うわ、いいな、はるちゃんもやりたい。
はるちゃんまだ閉じ込められてない、全然閉じ込められてない。こんにちは、いてこんにちはです。そういえばさ、ゆうはと出かけたんですよ。遊びに行ったの。ゆうはとはるちゃんのママとパパと遊びに行ったね。あれですね、フランボワーズさん行ってボーリング行ったりしたそう、フランボワーズさん行ってね、ボーリングして、あとあれ行った、寺泊まりも行った、なんかいろいろ行ってきたね、がっつり遊びました。なんだそのメンツって。はるちゃんが、そう、あのはるちゃんはあのメンバーみんなをねフランボワーズに連れて行かないといけなくて、そう、そうなんですよね。はるちゃんが運転したのってできない年齢的にはできるけど、はるちゃん運転免許持ってないよ。スコアは、え、本当にやばい。あ、でもストライク取ったよ、はるちゃんはね、ストライク取ったりしたんだけど、うんね、でも一番うまかったのママちゃんかも、いやパパちゃんかな、ね、パパちゃんかママちゃん、なんかストライクめっちゃ取ってた。ユハとハルちゃんは最下位争いしてた、でも結局ハルちゃんが勝ちましたね。ね、スコアどのぐらいだったっけな、ちょっとあとで紙で、あ、写真撮ってたわ。2回やったんだけどさ、待って、スコア写真撮ってたんだよね。2回やって、はるちゃんはるちゃん56ってないやねんこれ。え、待って、これかな、これね、めっちゃあれかもしれん、はるちゃん苦手だわこれ。え、久しぶり、え、久しぶりです。あ、2回でじゃない、1回で56です。え、なんか私小学校6年生ぶりだったんですよね。私ボウリングあんまり行かないんですよ。そう、多分ボーリングこれで4回目ぐらいね。ボーリングあんまり好きじゃないじゃあ好きなんだよ、好きなんだけど全然できないから好きじゃない、ね、はるちゃん苦手な球技ありますね。だってボーリングあんまりやったことないね。でもこれ極めたらいい感じになりそう。ね、7年ぶりぐらいだよこれ。でもママちゃんとさパパちゃんがさめっちゃね、すげえんだよ、ストライクめっちゃ取ってて。多分これをはるちゃんも極めたら同じぐらいになりそう。ね、なんでうまいんだろうママちゃんとパパちゃん。
いや、マイボールが地図じゃない、全然。ね、なんでうまいのかわかんない、ハルチュンの保護者たち。ね、はるちゃんなんかまっすぐ投げれないというかさ、ね、無理なんですボーリング、あれ重い、はるちゃん力がないかもしれない、投げれないあれ。ね、重いよ。ハルちゃん3つぐらいボール使ってた、あの自分のじゃなくて、あのママチュンとユーハのボールを使ってた、自分が持ってきたのも使ってたけど、その状況によってね、ボール投げてた。え、わかんない、9とかじゃない、9か10 9ぐらい、9あたりだっけな。でも自分で持ってきたのは7あたりじゃない。可愛くて美人で最高、ありがとう。ね、2投目のボールも投げるの待てなくて友達のボール使ったりするって、同じやんけ。滑り台使ったことないんだよ、はるちゃん使ったことないね。はるちゃんが行ってた、あの初めて行ったのが小学校3年4年ぐらいあって、なんか自治会みたいなのでボーリング大会で行ったのがきっかけで、あとはね、あと4回ぐらいだけどさ、4回目ぐらいだけどさ、全部小学校で終わってるわそれね。だから私本当にさ、ボーリング行ったことないんだよね。ちょっとこれからは極めていきますわ、スポッチャ行ったりして。ね、自分に合ったボールじゃないと感覚が変わるから嫌なの、嫌なのよなって。あ、そうなの、私感覚分かんなかった。あ、大丈夫、機械ぶつけてない、大丈夫大丈夫。ボーリングしたくなってくるね。10ゲームはちょっと厳しいかも、厳しい。はるちゃん行ったとしてもさ、2ゲームしかやらないからさ、だから今までだから4回しか行ったことないじゃん。いや4回も行ったことあるっけな、あ今回で4回目、だから あれですね、はるちゃんは合計で10ゲームにもなってないですね。そうですね、はるちゃんちょっと疲れちゃったので適当に投げちゃった部分もありますね。なんかちょっとこうカーブつけてみたりしようかなって思って、かっこいいじゃないですかあれ。
ちょっとカーブつけようかなって思ってぐるりんってやったらそのままガタッ、ね、ガタになった、ガタレンってなんだろう、ね、あ後ろ向きで股の下から投げたりもしたの？はるちゃん前向きで股の下からほって投げた、ね、もうなんか腕が疲れちゃってそういう投げ方したらちょっといけなかったね。カーブ憧れるよね、カーブ憧れるけど全然できなかったね。ウィースポーツのボーリングなんかめっちゃ簡単じゃない？しかもさなんかさ横のさなんか横のさなんかなんかさ なんていうところだろう、横に投げたらさなんか後ろガチャンで当たってさ全部バタって倒れんの、あれよくわからんね。あれウィースポーツだよね。そろっと仕事戻るね、配信ありがとうって、こちらこそありがとう。今何時だろう、あもうすぐ1時なの。もうすぐ1時やん。これ新潟って意味なのこれ。ね、可愛く発見ありがとう。ね、明日オンラインおしゃべり会楽しみね。楽しみにしてるよってありがとう。ね、戻らないと。はるちゃんも今日はご飯の時間だ。みんなお仕事かな。11月そう公演が増えたのでぜひよろしければ来てください。11月のオフライン券も取ったよってありがとう、ね、11月23日大釜でオフラインおしゃべり会あるのでね、ぜひそこでオフラインは最後なので、ん合ってるよね、合ってたね、オフラインラストなのでぜひ来てね。それではランキングいきます。13位からいきます。13位山城のまちゅんありがとうございます。12位ちーぼーちゅんありがとうございます。11位五代優作ちゅんありがとうございます。10位ビルバラちゅんありがとうございます。9位スイバラの赤 T333 ちゅんありがとうございます。8位アキラちゅんありがとうございます。7位アスリートちゅんありがとうございます。6位ケンジちゅんありがとうございます。5位境沼しいちちゅんありがとうございます。4位ゴーチン沼ちゅん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 ありがとうございます。3位ドラミちゅん沼ちゅんありがとうございます。2位ビッグラブコちゅんありがとうございます。そして第1位はつるるるるるつきちゃんです、ありがとうございます。パチ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 、オフラインはお邪魔します多分ね、ぜひ来てください、待ってます、ありがとう来てくれて、チュンありがチュンですね。今日も一日、あもう半日かね、今日も頑張ろうね。お仕事の方お仕事頑張ってね、おやすみってもう寝ないわ、もう大丈夫ね、またね、あおやすみ、あなんかみんなにおやすみって言われる、えこれみんな寝る系、私が寝ると思われてる、うん寝ちゃうよ本当にね、またねみんな、お仕事の方お仕事頑張ってね、寝るわね、またね、あワクチン頑張ってね、痛いからね頑張ってね、おやすみ、またねみんな、バイ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 。